話題の V4 ですね。で 950S、 そして、今店頭に並んでる 1260S ハイパーモタードは、950と 950SP というのがあります。スーパースポーツは、950の、S が基本的なご用意になりますね。お届けするのは日本最大級のドゥカティストア、ドゥカティ千葉セントラル。2020年には年間の総合評価が最も高いドゥカティディーラーオブザイヤーを受賞。そんなドゥカティ千葉セントラルのストアマネージャーを務める長谷川隆に話を聞いていきましょう。次の車種は何ですか？はい、スーパーバイクシリーズ、まあ、パニガレシリーズですねをご紹介します。パニガレシリーズはパニガレ V2、 そして V4 で V4S、 最上級で今ご用意があるのがパニガレ V4SP というのがありますね。そのやっぱ違いは何ですかね？はい、大きく分けると V4 と V2 がありまして、V2 は従来のドゥカティの2気筒エンジンを搭載した軽量で、排気量もちょっと955という小さい排気量で、スーパーバイクシリーズの中でも一番こう最初に入りやすいモデルなんじゃないかなと思います。 V4 ってどういう車種がありますか？はい、パニガレ V4 スタンダードで S で SP という3つのグレードがあるんですけども、スタンダードは日本のサスペンションの昭和製ですねのサスペンションに一般的なホイールが入ってます。で、S になるとこれのサスペンションが前後オーリンズの、しかも、アクティブサスペンションの、サスペンションが入ってますので、そういったスポーツ性能が上がるのと、アルミの単造のですね、マルケジーニのホイールが入ってます。 SP になると豪華装備がついて、例えばカーボンホイールだったりカーボンパーツだったりですね、あとは、ドカティパフォーマンスのパーツがたくさんついて、お得な、まあ、豪華装備の車両に。先ほどのスーパースポーツとスーパーバイクシリーズすごく似てるんですけども、やっぱりデザインもですね、元はやっぱりスーパーバイクシリーズを元にスーパースポーツに落とし込んでたりするので、デザインは似てるんですけど、やっぱり大きく違うところとして向いてる方向が違いまして、もうこのドゥカティスーパーバイクシリーズは、まあ、ヨーロッパで開催されている世界選手権のバイクレースがあるんですけども、そこで勝つために作られたバイクなので、本当にピュアに、速さを追求したモデルです。で、一方で先ほどのスーパースポーツは、ハンドルが高かったりしましたし、乗り心地も、エンジンもすごく乗りやすいモデルなので、どちらかというとこうスポーツバイクを分かりやすくしたのがスーパースポーツで、本当に勝つために、速さを求めて、でも速さを求めるってことは乗りやすさも、当然求めなきゃいけないので、そういったところのトラックユースですね、サーキットで乗る分にはパニガレシリーズの方が優れたりするので、そういった違いがあります。日常使いってできますか？そうですね、私もパニガレ V4 乗ってますし、サービスマネージャーの方ともパニガレ V4R 乗ってますけど、意外とですね、夜通とかツーリングですね、普通に行くことできますし、もちろんムルティストラーダと比べたら快適性っていうのは違いますけど、でもやっぱり乗ることは全然できるので、まあ、ある程度ですね、覚悟を持って乗っていただければ楽しんでいただけるモデルだと僕は思います。やっぱりドゥカティが一番大切にしているモデルの一つだとは思います。もうドゥカティイコールレースで勝つで、レースで勝ったモデルを市販するっていうようなのが会社だと思うので、そういう意味でもパニガーレっていうのはドゥカティを一番端的に分かりやすくしたモデルがスーパーバイクシリーズなんじゃないですかね。V2 と V4 のエンジンの違いというのはどういうところでしょうか？はい、先ほど言ったように、パニガレ V2 は、ドゥカティ伝統の L 型の2気筒の、高性能エンジンを積んだ、モデルですけども、パニガレ V4 は、V 型4気筒もドゥカティが全く新しく作った、MotoGP 直径のエンジンの V 型4気筒エンジンを搭載しているのが大きな違いですね。こちらの車両の説明をお願いします。これはもう見た目ちょっと今までのバイクとは違う感じなんですけど、ドゥカティスーパーバイクシリーズをネイキッド化したのがこのストリートファイターシリーズですね。ストリートファイターシリーズはもう本当にスポーツバイク、レーサーのようなスポーツバイクをバーハンドルをつけて
ハウルを取っ払ってストリートでそのパニガーレのパフォーマンスを楽しむことができるようにしたのがこのストリートファイターですね。これは V4 とまた V4S と違いが出てきてるんですけど教えてもらえますか。はい、 V4 と V4S の違いとしてはストリートファイター V4 は、まあ、先ほどと同じように昭和のサスペンションに一般的なホイールですね、まあ、その内容自体はあのパニガーレ V4 のスタンダードと同じ内容になってますし、 S になると同じく、オーリンズの、電子制御サスペンションと、マルケジニ製のアルミ単独ホイールが入ってます。なのでサスペンションもちょっと固めですし高性能ですしホイールも軽量なので運動性能が上がっているモデルですね。エンジンパワーとかもスピード域もパニガーレと同じような設計を持っているのにやっぱカウルがないってことは風はやっぱり多少受けるんですけども、タンクが盛り上がってヘッドライトもこう流線形になっているのでスポーツする分には申し分ない、空力性能かなと思います。しかも、まあ、最新のストリートファイターはですね、ウィングがついてたりしてて空力に非常に凝って作られてますので、もちろん受ける風は強いんですけど、あの普通にやっぱりパフォーマンスを味わうことはできると思います。はい、ではモンスターのご紹介お願いします。モンスターの紹介ですか。そこはやっぱり柳瀬さんにお願いできればと思いますが得意じゃないですか。はい、モンスター得意です。はい、モンスターといえば何ですか。モンスターといえば何、カテゴリーは、カテゴリーはスポーツネイキッド、はい、はい、ですドカティの、モンスターといえば、ドカティが用意している一番乗りやすいネイキッドモデルとして、モンスターがあると思うんですけど、もうドカティイコールモンスターって言えるぐらい今一般的な、まあ、ドカティ乗ってないユーザーさんでもモンスターといえばドカティっていうところがあの染み付いてるモデルだと思います。これも、モンスターとモンスタープラスがあるんですけど、はい、どういった違いでしょうか。そうですね、今年ご用意しているのがそもそもモンスター1台だけなんですけども 937cc のエンジンを搭載した今まで紹介してきたハイパーモトアルとかスーパースポーツとかと同じエンジンを搭載した最新型のモンスターなんですけども、じゃあプラスとそうでないの何が違うかというと、ビキニカウルがついていると、シングルシートカウルがついている、まあ、この2つがついているのがプラスで、これがビキニカウルついてなくてこれがタンデムシートしかついてないのがスタンダードのモデルですね。お色は3色あるんですけどどれが一番人気でしょうか。はい、色に関しては結構みんな人気分かれちゃってるんですけど赤ですかね。でも個人的にはアビーターグレーっていうのグレーにあの赤ホイールが一番かっこいいかなと思います。やっぱりモンスターといえば本当にドカティのあの良さを分かりやすく、しかも敷居を低くかつ分かりやすく、伝えてくれるのがこのモンスターというバイクなんじゃないかなと思います。ドカティの大事なところってやっぱ軽さだったり、高性能なところだったり、そしてやっぱり何といってもデザインですねの良さだったりで、新機能がついてたりっていう、まあ、そういったドカティの良さが全部詰め込まれてるんで、本当にこうモンスターに乗るとアドカティって面白いなっていうのがすごいすぐ分かるようなモデルなので、そういう意味でもあの初めてドカティに乗る方はぜひモンスターを1回は乗ってもらいたいですね。バイクにたくさん乗ってくると自分に合ったジャンルってやっぱ一つできてくると思うんですね。で例えば他のメーカーさんで、ツアラーに乗ってきた、でも最後に、いいツアラーに乗りたいっていうんであれば絶対ムルティストラダがおすすめですし、やっぱりこうこれから、じゃあドカティに乗るっていう場合はモンスターとかがおすすめですけど、僕自身ですねスポーツバイクいろんなバイク乗ってきてる中で、いつかは一度は乗りたいなって思ったのがドカティのスーパーバイクシリーズだったので098の後に、パニガーレ V4 に乗ることができました。個人的にはやっぱりあのドカティを一番良さを、伝えてくれるのはパニガーレ V4 なんじゃないかなと思います。ドカティのモデルをご紹介してきたんですけども、ドカティには
その今ご紹介したたくさんのファミリーの他にですね、もう一つあってスクランブラーシリーズというのがあります。これはまたちょっと違う文化を持っているモデルなので、ぜひ違う機会でですね、それのご紹介もできればとは思いますが、ドゥカティといえば、軽くてそして速くてエンジンパワーもあって最新の技術が詰まってて、しかも高性能で何よりもデザインがいいっていうところで、このエッセンスって全部のドゥカティに入っているので、そういったところを見ていただいてですね、ドゥカティの良さを知って購入いただければと思います。それでは出張に出ている社長に向かって手を振りましょう。さよなら。